日本女子プロ将棋協会の島井沙織です。同じく日本女子プロ将棋協会の船戸陽子です。はい、そして今日はゲストにラケコマでおなじみの漫画家南久太さんにお越しいただいています。南久太です。はじめまして。よろしくお願いします。ちょっとシャイな感じで、はい、シャイなんで、はい、いつもこれで負けではない、はい、です、ね、今日はですね、ここは、将棋カフェ小瓶様に、お邪魔しております。この後に、南さん、久太さんの、はい、新刊観光記念イベントということで、ボール&チェーン一巻発売記念して、サイン会ですとか、また私たちでトークショーを行ったり、あとスナックひろみも同時開催ということで、これからね楽しみなんですけど、その前にちょっと、3人でトークしたいと思います。で早速ですけど、このボール&チェーン発売されましたね。その前に南久太先生がどういう先生か、軽く、そうですね、平木駒、将棋ファンの方ならご存知かと思いますけども、SF な将棋漫画で、はい、はい、男の子が奨励会に入るみたいな、はい、ざっくりですけど、奨励会に入ってないんですところで終わっちゃったんですけど、入ってないんだっけ、すみません、失礼しました。はい、入ってる、途中で、そうですね、研修会に入って、ちょっとしたぐらいで終わっちゃったみたいな。なるほど、将棋を好きになった男の子と、まあ、お母さんの話みたいな感じですね。そうですね、はい、もう10年前になりますかね。あの漫画を描こうと思ったきっかけとかはどんな感じですか？そう、それ、あれですね、うちの息子が将棋を始めまして、で私は将棋、何にも知らなかったんですけど、はい、息子についてあの将棋祭りとかですね、はい、行くようになりまして、うん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 、それでこう徐々にこれはいけるんじゃないかと、漫画になるんじゃないかと、横島な気持ちで見るようになってていうか、でも将棋自体も面白いなと思って、うんうんうん、はい、それでこう、ちょうどあの3月ライオンがヒットの兆しを見せてた頃だったんで、こう一緒に乗っちゃおうと、まあ今言って人に言ってますけどそんな感じで始めました、はい、持って行ったらモーニングで、はい、ネームが通っちゃってですね、うん、いきなり週刊連載になってしまったんで、はい、なんか始めちゃったみたいなでも今までにない、まあ、将棋漫画の、ね、うんうん、ジャンルというか、このもの系、お母さん目線ってなかなかない。うん、ありがとうございます。一番目を描いた時は私将棋のルールをまだ分かってなかったんですよ、だからちょっとドキドキで始めたんですけど各うちにじゃあ徐々になんとかなりました、はい、知識も増えて、はい、なんとかなりました、じゃあ割と実体験とかに基づいたところも競り場はってる感じで、はい、かなり合いますね、うん、はい、そこから始めてアバガード杯とか、そう、あの私たちの女子団体戦もちょっと無理やりを、はい、もうちょっと皆さんの、はい、口車に送られていろいろでした。いや、大会っていうのは、はい、いや、すごい面白かったんですよ。あ、本当ですか？そう、それはもうですから、ちょっとだけ書こうと思ったら多分なんか単行本2巻ぐらいにわたって書くことになっちゃったの結構しっかり書いていただいて本当に嬉しかったです。いや、本当にありがとうございます。すごい楽しくてですね、本当はそのまま書きたいぐらいだったんですけど、うん、一応少し脚色して、うんうんうん、はい、いや、あと倉ひろみさんとか私とかも随分綺麗に書いてもらって、いや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 、本当感激でした。いやいやいや、本当に女流棋士の皆さんに本当によくしてもらって、はい、いや、私本当に高校生ぐらいからキュータさんの漫画もいっぱい持ってて、ありがとうございます、ありがとうございます。電車で聞いたんですよ、その時天野君、ああはい、始まる始まるんだよ、へー、誰って言ったら先生の名前が出て、で電車ででっかい声出しちゃってえって、まさかちょっと将棋と結びつくイメージがなかったんですけど、うんうん、本当ですよね、はい、そう、いや、私もやっぱ将棋のルール知らないじゃ漫画描けないなと思って、あの連盟のビギナーセミナーに行ったんですよ。そしたらほら、その頃あの奨励会三段の先生とかがあのやってらっしゃるじゃないですか。で教えてもらおうと思って、いや今度将棋漫画描くんで教えてもらえますかみたいなこと言ってこう話をつなげてもらったんですよ。いや、そしたらいきなり あなたに会いたいっていう女流棋士が いますけどどうすかって言われてはいって思ってなんでって思ってそれでいらっしゃったのが姉妹さん、あ、三段から、はい、そうなんですよ、お会いできた時は、そしたらその姉妹さんが、あの私、はい、将棋の本より漫画の本の方をいっぱい持ってるんですよって言われました、えって感じ
漫画は一応2000冊ぐらい実家であったんで、そうですね、将棋は良かったですけど、はい、まあ、そこからの割と長く、ね、ずっと長くしていただいて、ありがとうございます。はい。というわけで、まあ、将棋の漫画をね、長年書いていただいてたんですけど、最近出たのは、まあ、将棋とは関係ないんですが、はい、私は見つけちゃいましたよ。すごいシーンがあります。何ですか？とあるシーンなんですけど、開いた瞬間に銀は千鳥って書いてある。え、本当だ。そうですよ。あれ、ちょっと誰も突っ込んでもらえなくて寂しかった。なんか棋士の先生の色紙がいっぱい飾ってあるんですよ。剣敵とか、しかもあの書体もすごくそっくりし、はい、そこが目にはたまらない。すごいこのシーン、ちょっと嫌なシーンなんですけど、嫌なシーンなんですけど、こんな家は嫌だと思いながら、なんかすごい実家っぽいじゃないですか。なんか実家っぽいかなと思って、はい。お二人実家にはこうやって将棋の駒とか飾ってないんですか？ないです。飾ってないです。え、なんでですか？普通飾ってません。なんか皆さん学生の時とかに、こう小学校の時とかにやっぱ大会で優勝したりするじゃないですか、それもらうじゃないですか、駒とか。そういうのを親が飾りません？飾らない。え、なんでですか？いや、昔はあったな。私どこ行ったんだろう。ああいうトロフィーとか、あの置物とか、ね、あ、トロフィーとか、ね、左馬の大きな、ね、よく旅館に行ってもらったわけ。嬉しかったはずなのに、ね、どこ行ったんだろう。いや、親は飾りますけどね、はい。確かに確かに。というわけで、この漫画はざっくり言うと、一言で言うと、一言で言えないね。一言で言えない。結構あの日常を切り取った感じですよね、クエタさんの漫画って。まあまあまあ、大事件とか、はい、そういう大きいストーリーじゃなくて、こう日常で立場違うのにキュッといつも心が締め付けられますけど、いろいろちょっと悩める人々が、ね、あ、そうなんですよ、出てきますよね。ちょっと恥ずかしくてちょっと言葉すぎになっちゃいますけど、もうおしゃれなんだかな。はい、サインしてもらおうと思って持ってきちゃった。あ、そうですね。ありがとうございます。はい。ぜひちょっと人生迷った方、おすすめです。いや、まだ全然、はい。誰かに決められた幸せはいらないという。あ、これ担当が書いた、考えたんで、はい。ちょっと私が一回ダメ出ししてちょっと変えたんですけど。そうなんですね。あ、そうなんですね。はい。2023年漫画コンテンツ。年間 PV 数1位だと思いますから。はい。だからきっとね、はい、ご存知の方も。非常に共感をね、皆さんから得ている漫画ですので、はい。ぜひご覧ください。ありがとうございます。はい。じゃあ、まあ、キュータさんと将棋界のもうちょっと深掘りしたいんですけど、はい、将棋界どんどん知っていくうちに、はい、どうですか、将棋界とか、まあ、棋士女流棋士、印象が変わったり、思ってたのと違うとか。とりあえず何も知らなかったんで、あの囲碁将棋チャンネルを、はい、あの視聴し始めたんですよ、毎日。うん、そしたらほら、棋士の人たちの短い番組みたいなのがいっぱいあるじゃないですか。あれで大体ほぼ全ての棋士覚えたんですよ。え、棋士覚えたんですね。すごい。そういうとこから入っていくタイプなんですけど、それで、でまず本を読もうと思って、うんうん、それであのほら、宇津九段の千崎さん、あ、千崎九段、はい、千崎さんの本をすごい全部買ったんですよ、多分。全部。じゃあすごく面白くないですか？面白いですもんね。彼の文章がめちゃめちゃ面白くて、感動してしまって。それでちょっと千崎さんの本の大ファンになったりして、まあだからちょっと棋士のね、将棋を見てファンになるっていうのは別なんですけど、でもなんかそれですごいいろいろ将棋が分かったつもりになりまして、はい、そういうところから入ったのありますね。皆さんの本から入ったみたいな。あ、なるほど、さすが漫画家さんだし。そうなんですよ。まあ、最近見る将の方とか、将棋指さないでやっぱ見たり、まあ、棋士の先生が好きとか応援したい方も相当どんどん増えてるんで、うん、はい、そう、今推しの棋士の先生とかいらっしゃいますか？推しですか？さっきほら、あの、追い弟子って言いましたよね。うちの追い弟子、うん、勝手に追い子って呼んでるんだけど、はい、はい、伊藤先生、応援してって、私も勝手に応援してるだけなんです。いや、私小学校の頃から、はい、あの彼見てたんで、うん、いやもう本当に親戚のおばさんみたいな気持ちで、うん、いや見てです、はい、うん、なるほど、応援してますけど、テレビ出るたびうちの甥がねって言ってます。確かに、まあね、小学校の時の顔がこうチラチラしちゃうんで、急にあんな大きくなっちゃって本当に久しぶりに会う甥っ子みたいな感じです。え、めちゃめちゃ勝ってますね。そうなんですよ。でもあんなに勝ってるのに、はい、FE さんっていう人には勝てないのはなんでなんだろうな、はい、それちょっと一般人には分からないんですけど、そんなに違いますかね。どうですか、姉妹さん。ね、なんかその結果を見てもね、そうなんでしょうね。ね、はい。
でも今活躍中ですね。そう。じゃあ一緒に応援してください。伊藤君。女流棋士はどうですか？割れた。女流棋士挟まれて言いづらくない？ちょっとイメージと違う。いやもうちょっとちゃんとしてるイメージだったんだろうな。ねえ、キリッとしてると思ったら、酒飲んだら。最初に、最初にあのマイナビオープンを見に行ったんですよ。まだあの石橋さんが代表だった時かな、それでなんか前一応の取材しますみたいな声かけて、で見に行ったらなんかすごい気さくに接してくださって、もう石橋さんがおいでおいでって言われて、おいでおいでって思ってそれで控室までついて行って、皆さんもすごいニコニコ挨拶してくださって、あ、女流棋士やったげーと思ってで、その時にでもまあまあそう言っても将棋見なきゃと思って、で真正面でやってた将棋を見たのが、それがまあ初めてだったんですけど、生で見たの、それが船戸さんと清水さんの試合、ギャー対局だったんですよ。ギャー、だ2人ともなんかこう独特な雰囲気じゃないですか。いや、しかも姉妹対決ですよ。はい、だから匠が多いなら、あの清水さんお姉ちゃんなんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ、お姉ちゃんに一回も勝ったことないんですよ。え、そうなんですか。強いお姉ちゃんなんです。え、意外、そうなんですね。何曲も指してるんですけど、お姉ちゃんには一回も勝った。厳しいお姉ちゃん、強いお姉ちゃんなんですねえ。いや、でもなんか佇まいがすごい、お二人ともこうなんていうか女流棋士って感じがして、わ、かっこええと思って。ありがとうございます。それから何とか行きましたね、前田とは。最近はどうですか、将棋は。最近、そう、最近はやっぱりあの、あの藤井さんって言っちゃった、はい、全然いいって藤井さんでいい、藤井さんのゲームかなって感じになっちゃったんで、ちょっとまあいろんな人がの活躍が見たい感じで、そうですね。大丈夫、そのうちうちのタックンが、お、あ、そうですね、やってくれるわ、きっと。勝手にうちのタックンって言って、いや、まあ藤井さんはすごいですけど、でも、まあ、誰が最初に勝つかみたいな、ありますよね。言うても、でも私あれですよね、羽生先生ファンでしたけど、だからなんか、ね、羽生先生が負けそうになると、いや、やっぱ勝ってほしいなとか思っちゃったりするとこはありますけど、将棋分かってなくても私らぐらいの世代は羽生さんは誰でも知ってるので、やっぱりなんか生で見ると、あ、羽生さんだって思う。そう思います。東日本大震災があった時にちょうど私連載を始めたんですよ。でちょうどあの頃、ほら、あの連盟の方々が朝立ったりして募金活動をされてて、それであの時の佐藤会長から羽生さんから全員が渋谷に立つっていうのを聞いて、行こうと思って朝行ったんですよ。それで、あ、本当に立ってると思ってでもう真っ先にこの羽生さんのとこも行って、バスって1000円入れて、で、あの、実はうちの息子も将棋やってるんですよって話しかけたら、おほほほって笑ってくれてあ、羽生さん笑顔かわいいと思ってそうそう、ちょっとキャッキャしましたね、あの時は。はい、羽生先生いいですよね。私は羽生先生と同じ対局の日とかだとワクワクしちゃうっていうか、わ、羽生先生だとか思って。いや、わかります。そうですね、やっぱり違いますよね、羽生先生。あとやっぱそれってなんか連盟とかをうろついてると結構いろんな棋士の方に会うじゃないですか。それでなんかなんとなく身近に感じたりキャッキャすることできるんですけど、なかなかほら関西の先生に会うことがないから、なんか関西の先生がなんか謎めいて思えて、だからなんか最初はなんか久保さんかっこいいなとか勝手にね、将棋知らないのになんかサウスポーもかっこいいなと思ったりしてそういうちょっと見え張な気持ちで、はい、関西の人を菅井さんとか、関西の強い人に目がいっちゃったりして、なるほど、確かになかなかお会いできないと思う。そう、みんなの好きな山崎先生とか、いや将棋の、はい、実際指してみての魅力とか面白さってどういうところだと感じましたか？あの、自分はあの漫画描くときは、やっぱそれをこう経験してみないと分かんないことってあるだろうっていうタイプなんですけど、もちろん将棋も自分が指すつもりで大会も出させてもらったんですけど、それでやっぱり初めて知ることもあって、あの、先生が対局するときに横にものすごい量のお茶とか並べてるじゃないですか。なんであんな並べるんだろうと思ってたんですけど、めちゃめちゃ喉乾くなと思って、将棋を指すとき、あれ分かりました。だから、あれはね、2リットル飲むわと思いました。なるほど。こんなヘボい素人がやってても、
やっぱめちゃくちゃ喉乾くと思って、あと甘いもの食べたくなる、気持ちが分かったんですね。そう、それはおやつ食べますね、と。それは板チョコ食べるよ。そう、そういうのが分かったのが面白かったですね。あと、負けるとめちゃくちゃ悔しいですね。それもやっぱ指してみないと分からないですね。めちゃくちゃ頭きてわーってやりたくなるんですけど、すごくちょっと我慢。あ、でも勝つとやっぱめちゃくちゃ楽しいので、そこは醍醐味ですよね。そう、あとは、将棋の駒が、なんか絵面的に、私は囲碁もツヤツヤしていいんですけど、なんか絵面的に将棋の駒が自分は好きで、漫画はあれ全部私手書きで書いたんですよ。字も、はい、あれ書くの楽しかったですね。大変そうですけど、そう、あれ楽しかったです、はい。いつか南九太書体の駒とか作ってほしいです。あ、いいな、ね、欲しい。なんか猫窓とか作ってくれそうですね。いや、そんなことない、そんなことないです。ちょっと欲しいですね。いい話は尽きない。そうですね。いや、いろんなお話が聞けて、もうずっと聞いてたいところなんですけど、いい、はい、まあ、せっかくね、ご縁もあったので、ぜひまたね、機会があったら将棋の方もさせて楽しんでいただけたらと思います。頑張ります。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。